はいどうも、ムケツマチです。ケンさんです。はい、というわけで1月の26日からね、はい、NGT とローソンのコラボということで、ね、はい、当たりくじ、前もね動画出しましたけど、当たりくじが実際に始まったということなので、ね、自分引いてきたんですけど、まずはね、どんなグッズがあったのか見ておこうかなと思うんですけども、はい、まずライスクッカー、はい、これが2つ、そしてクッション、クッションこれも2本、そしてネックピローも2つ、トートバッグが11かな、タペストリーが15種類、うん、で、それぞれ1つずつ入ってると、うん、はい、なので15本入ってるかな、はい、そしてカンバッチ&ホルダー、うん、これも15本、うん、そして、クリアファイルセット、はい、こちらが23種類あるということで、はい、23本入ってると、はい、そしてラストワン賞が膝掛け、膝掛けというわけで、はい、まあそんな感じですよ、うん、その中で自分は何が当たったのかと動機じゃないというところでございますが、はい、俺がねレジ並んで買う前の人も買ってて、はい、うわこれやべえなと思って、うん、ちょっとね焦ったんですけど、うん、今回 3つ3回分、はい、結構高いね、800円だからね、そうですね、1回そう考えるとちょっとね鳥肌ものなんだけど、確かに確かに、というわけで何が当たったのか1個ずつ見ていこうかな、うわー気になる、思います、はい、まず1つ目こちらだ、お、なんだこれは、荻野由香缶バッチ&ホルダー、いいじゃん、荻野由香さんじゃないですか、これ開けていいかな、いいと思う、開けますか、はい、せっかくなんで、はい、ちょっと俺としてはあんまり開けたくないんだけど、ね、まあ開けないと中身見せられないんで、そうそうそう、どういうものなのかっていうのはやっぱ見たいと思うんですよね、はい、開けます、はい、あ、お、結構重い、もうしっかりしてそうだね、めっちゃしっかりしてるわ、うん、おお、キティちゃんの、キティちゃんのリボン、リボンかな、リボンにこういう感じで写真的な、ね、写真が入ってますよ、ね、わあいいじゃん、そして NGT×ハローキティコラボってことで、ね、ここにねロゴが本当だ入っております、これ取れる、あ、取れる、すげえ、缶バッジです、缶バッジホルダー、そうホルダーだから、うん、缶バッジをここに入れることができるってことだね、うん、こんな感じ、あーなるほどね、まあ普通の缶バッジですよ、うん、ただこのねキティちゃんの、うん、ちょっとリボンをつけて、キティちゃん耳、耳とリボンをつけてるこのねメンバーみんな可愛いんで、これはねちょっといいかもしれないですね、そうですね、もう、オリジナリティがあっていいですね、そう、これがまあ荻生かですよ、そうですね、まあなのでちょっと意外と当たりかなっていう、いいですね、気がしますけど、お、かわいい、まあ一つ目は荻生かのキーホルダーかな、はい、缶バッチホルダー、はい、当たりました、はい、さあそして2つ目、お、高倉萌香クリアファイルセット、すごい、これもちゃんとねキディちゃんのリボンの、本当だ、服装ですが、うん、これちょっと開けてみようか、そうですね、これもせっかくなんでね、クリアファイルセットだからさ、セットなんですよ、セットとは一体なんだろう、これもできるなら開けたくはないんだけど、そうですね、まあ、やっぱりね、見せたい、開けなきゃ分かんないからね、はい、見せたいんで、はい、お、来た、さあ、まずは、おー、すげー、なるほど、分かるかな、全体の、全体のこれね、ハローキティのコラボのこのロゴマークと、うん、NGT 全員がこう、うん、映るこの見える角度によってそういうやつね変わるやつ、うん、目がっていうクリアファイル、すごいね、ただねこれ結構ねこっち側だけ厚くて、うん、クリアファイルとしては使えるかというと使えないかな、うん、これはだから保存用がいいかもしれない、ね、そうですね、こんな感じ、すげえ、まあでもこれ全員分いるっていうのがちょっといいよね、そうだね、みんな可愛い、特にねなんていうの、みんな映りいいんだよね、なんか知らないけどなんか知らないけど、うん、そうだね、ちょっとこれはいいですね、はい、そしてこっちですよ、こっちはなんだ、おお、じゃん、萌香さんですね、萌香さんのソロいい、ね、と裏側キティちゃん、キティちゃん、キティちゃんがさ NGT の衣装着てんの、それはずるいで、これよすごい、これはちゃん凝ってますね、本当だ、うん、こんな感じ NGT の衣装ちゃんと着てる、はい、
すげえ。おかっぱです。おかっぱです。おかっぱです。さあ、そしてもう一個。すごいね、いっぱい入ってるの。これ何が違うの？なんだろうね。色？あ、いや、同じですね。同じ。一緒ですね。同じのが2つ。そして全員のやつが1つ。すごいね。3組入ったクリアファイルセット。3枚も入ってるんだね。でございます。こんな感じ。すごい。1枚かと思ってた。うん。ちょっとね、俺は使わずに取っとこうかな。そうですね。さあ、そして最後。最後。もう1つ。なんだと思いますか？まあでもね、数考えてみてくださいよ。3回でしょ。3回引いたんだっけ。そう、3回引いて。で、クリアファイルが一番当たるよね。うん、23周あるから。流れ的に、うん、そうね。どれもいいんだけど、缶バッジ、クリアファイル、もう一個もクリアファイルでしたパターンだな。そうね。うん、ワンチャン、推しメンだったらいいな、みたいな感じでしょうけど。俺が当たったのは何かというと、はい、じゃーん。え、何これ何これ。クッションが当たりました。すごい。クッションっていいやつなんじゃない。これ2本しか入ってないやつですね。マジで。めっちゃいいの当たっちゃう。マジ。これいいよね。すごい。これ一番きたーと思ったんですけど。すごい。意外と素材しっかりしてる。しっかりしてる。ちゃんとね。ふわふわ系かな。ロゴも書いてあるじゃないですか。うん、ちゃんとね。NGT のキティちゃんのロゴ。すげえ。で、これね、お米なんですよ。お米の形してる。新潟ですよね。だね。凝ってんね。というわけで、これが一番当たりかな。そうね。うん。いや、すごいな、これ。まあ、俺的には、リカちゃんのなんか欲しいかなって思ったんだけど、うん、まあ、これだったら許してやろうかなと。十分、十分。800円でこれだったら安いかなって気がするよね。そうね、うん。うん、そんな感じで。ここでしか買えないですから。はい、うん。この3つが当たりました。すごいね。うん、ぜひね、皆さん何、買った方はね、何が当たったか、ぜひ教えていただけたらなと思います。そうですね。思います。はい。はい。すごいね、これ。いいよね。うん。ほんとしっかりしてる。まあ、そんな感じで、クッションはね、まあ、使うかもしれないんで、あれですけど、うん、このね、高倉さんと、おぎゆかのやつなんかは、うん、俺多分、推し面とかではないんで、うん、使わないことがあれば、うん、まあ、開封済みですけど、うん、いずれプレゼント企画とかでね、そうですね。配れたら、いいんじゃないかな。いいですね。うん、ちょっとそれも含めて、はい、ちょっと今後、まあその企画もあるのかないのかわかんないですけど、はい、まあそれ用にちょっとね、取っておこうかなっていうのも考えてはいるので、はい、はい、そんな感じですね。そうですね。プレゼント企画になったらぜひ、そうですね。お願いいたします。うん、まあ生写真とかも今まで開封してきたやつ、はい、意外と取ってあったりとか、そうですね。するやつもあったりするんで、うん、まあその辺もちょっと。まあいつになるかわかんないけど、そうだよね、ちょっとずつ使わないやつは取っておくっていう風にしていこうかなと思うので、はい、そうですね、俺のも取っときます。そうですね、そんな感じで、はい、結構だから今回買ってよかったなっていう感じでしたね。なんかさ、くじってさ、何当たってもさ、ドキドキ、それがいいよね。そう、引くのもなんか当たったのも嬉しいし、何が当たるんだろう。そうなんです。そこが一番楽しいからね。そうそうそう。でね、くじの半券くださいって言ったんだけど、うん、すいません、これ回収なんですよって言われちゃって。あ、そうなんだ、ね。いや、そっち欲しいんだけどなと思って。そうね。ちょっとせっかくだったらこうやりたかったので、ね、ちょっとね、YouTuber 的にはちょっと残念 で、 そう、ね、でしたけど、うん、まあ、商品はね、あるんで、こんな感じでしたという感じでね。うん、まあ、いいのが当たったんで、よかったんじゃないかなと。うん、そっかそっか、いいね。はい、そんな感じですよ。うん、というわけで、うん、こんな感じですかね、はい、皆さん買った方はぜひ何が当たったか、はい、コメント欄に書いていただければと、そうですね、思います。はい、はい、ぜひぜひ応募噛みまくりまあぜひぜひ書いていただければと思います。はい、はい、というわけで終わります。終わります。動画見ていただきありがとうございます。概要欄などから他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますので、そちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。